彼に感謝の言葉を送りたいいと思います。紫輝くん、この世界に戻ってきてくれてありがとう。あなたの存在は私たちにとって本当に特別で大切なものです。紫輝くんはファンの前で何かを示すたびにその心を伝える力に長けています。この特別な場面では彼の感謝の気持ちが内輪に込められていたのです。終演後、彼が内輪に何を書いていたのか尋ねました。 すると、彼は、この世界に戻ってきてくれてありがとうという言葉を込めていたと教えてくれました。この世界に戻ってきてくれてありがとうと書いていたそうです。その一言に、ファンとしての彼の姿勢と純粋な感謝が滲み出ていました。私たちが彼を応援し、彼の活動に付き合っていることへの感謝と愛情が、その一文に込められていたのです。この簡単な言葉には、彼の深い感謝の意が込められています。 彼のファンに対する愛情と感謝の気持ちが伝わってきます。これは本当に素晴らしいファンサービスであり、彼が自分のファンとの絆を大切にしていることを示しています。このエピソードは多くの人々に感動を与えました。私たちファンにとって、紫テルくんが私たちをどれだけ大切に思っているかを知ることができ、その思いに応えることができることを実感しました。 彼の温かいメッセージに触れ、私たちはますます彼に惹かれていきます。実際、このエピソードは多くの人々の心を打ち、感動させました。皮膚科の待合室で内ちを見て涙を流している人、外で動画を見て感動している人、そして SNS でエピソードを共有している人々、彼のファンは彼の優しさと温かさに触れて、心から感謝の気持ちを抱いています。このエピソードは、 私たちが紫てるくんに与えられた最高のファンサービスの一つです。彼の言葉や行動は私たちの心に深く響き、私たちの支持と愛情をますます強めています。彼が私たちを思いやる姿勢は彼の素晴らしい人間性を証明しています。最後に、紫てるくんに対する私たちの愛情は彼の温かいメッセージによってますます高まります。 彼が私たちを思う気持ちを改めて感じ、その思いに応えることができることに、私たちはとても幸せです。このエピソードは紫テルくんのファンとして私たちにとって永遠の宝物となるでしょう。彼の優しさと温かさに触れ、私たちは彼を永遠に支持し続けることを誓います。 結局のところ、紫テルくんの素晴らしいファンサービスは、私たちにとっていつものように感動的であり、彼が私たちを大切に思っていることを改めて感じさせてくれます。これからも彼を応援し続け、彼の活動がますます成功することを願っています。紫輝くんのファンであることは、単なるエンターテイメントの楽しみだけでなく、共に歩む喜びと感動の連続でもあります。 彼がこれまでにもらった愛とサポートを彼自身がファンに返す姿勢は本当に素晴らしいものです。そしてこのエピソードを通じてファン同士の結束も強まりました。私たちは彼に対する愛情を分かち合い彼の活動や人間性に対する感謝を共有することでより強固なコミュニティを築いていくのです。そして最後にあなたは紫テルくんのファンですか彼のファンサービスに触れたことはありますか あなたのお気に入りのエピソードは何ですかぜひ、コメントで共有してください。